関西電力、関西電力株式会社、関西電力は、近畿地方2府4県、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、赤市福浦を除く、奈良県、和歌山県及び、福井県、三方郡美浜町伊勢、三重県、熊野市伊南、さらには、岐阜県、不和郡関ヶ原町の一部を営業区域とする電力会社。略称として、関連や、 ケプコ、関西エレクトリックパワー仕様、インク、イコールケプコが使われる。設立65周年の2016年5月1日より、ブランドステートメントとして、パワーウィズ・ハートが制定された。太平洋戦争後、日本が占領下にあった1951年5月1日に、設立された。松永安左衛門、電気事業再編成審議会委員長が、 GHQ を説得し、国会決議より効力が強い GHQ、ポツダム政令をもとに、戦時における企業党配合などによって発足した関西配電と日本発送電を再編した。このため、現在も一部の年配者には、関西電力を赤配、乾杯と呼ぶ人もいる。口述の通り、戦前まで近畿地方を拠点に全国展開していた大道電力、 宇治川、電気、日本電力、東方電力の流れを組み、資産を継承している、関係上、近畿地方以外の発電所などの設備を多く持つ。発電能力と比べ、実際の発電所は、原子力発電による比率が約55%となっている、他社からの売電、融通、揚水発電を除いた、発電量における、設備別比重。その一方、 本来の電力供給エリア外である、富山県の黒部川流域などに、最大出力30万キロワット調の大型の水力発電所も所有する。2001年以降、後継年で効率の低い商用量火力発電所の廃止を進めている。春日ガ発電所、大阪発電所、高砂発電所など、計7カ所の発電所が全廃されたほか、複数の発電設備が、 長期計画停止となり、2013年時点も停止中の火力発電所が存在する。これらは、ほとんどが、石油火力である。関西財界を構成する主要企業の一つである。関西電力の社長、会長はたびたび、関西経済連合会会長に就任している。関西電力では、以下の5冊を発行している。合計170箇所、3。 657万キロワット、2016年3月31日、現在。152箇所、約823万キロワット、22%、近畿地方各府県、大阪府を除く、富山県、福井県、長野県、岐阜県に発電所を有する。12箇所、計画中1箇所、1、944万1、400キロワット、 関連会社経営の発電所を除く 53%3 カ所893万キロワット 24%3 カ所1万キロワット関連会社経営の発電所を除く6カ所191万3800キロワット2004年6月30日近畿2府4県で一部の営業所が再編された 近畿で大幅な再編が行われたのに対して、福井県では全く再編が実施されなかったのは、原子力発電処理地地域に対する配慮があものとみられる。2015年11月30日をもって、括弧書きの6営業所の窓口閉鎖及び、全営業所窓口においての電気料金支払い、低圧電気工事の申し込み業務が廃止となった。関西電力は、 水力発電及び原子力発電の領域において他の電力会社と比較して特殊な点がある。第二次世界大戦前の日本電力、後の日本発送電は近畿地方への配電を目的として富山県黒部川水系に多くの水力発電施設を築いた。戦後、日本発送電を解体した際、配電地主義の観点からこれらは関西電力に引き継がれており、 さらに、関西電力自身の手によって黒部川第4、発電所が建設された。このような事情から、廃電地域外となる道県と山市に北陸支社が置かれているほか、特に黒部川第4発電所及び黒部ダムなどのいわゆる黒4関連施設の管理のため、長野県大町市に黒4管理事務所がある。これらの発電施設の建設のため、 日本電力時代までに、現在の風戸山鉄道線黒部駅から、黒部川沿いに、鉄道や、専用軌道及び歩道、日電歩道が建設され、加えて、黒四関連施設建設の際には、長野県側からの工事用道路、後に、大町有料道路及び関連トンネルも建設された。これらの鉄道、軌道、道路は、本来の発電施設の維持管理目的のほか、 地元鉄道会社へ移管されたり、観光目的に活用されたりしている。現在、関西電力では、大木沢駅から黒部ダム駅までの関電トンネルトロリーバスを鉄道事業者として運行している。ただし送電は、中部電力が担当しているほか、黒部峡谷鉄道欅平来駅から、先の、いわゆる上部軌道を専用鉄道として運行している。なお、下部軌道、 うなずきけやきだいらは、子会社の黒部峡谷鉄道が運営している。関西電力は、電力構成に占める原子力発電の割合が他社よりも高い。同社の CM などでも、関西の電気の約半分は、原子力というキャッチフレーズが流れていた。同社の原子力発電所は、福井県若狭地方に集中立地している。内訳は、美浜町の美浜発電所に3基。 大井町の大井発電所と高浜城の高浜発電所に各4基の計11基である。すべて加圧水型原子炉 PWR が採用されている。立地場所はいずれも同社の供給エリアではあるが、同県の鶴ヶ市伊東は北陸電力の管轄である。この地域は福島県太平洋岸と並んで原子力発電所が集中している地域であり、 前述の3発電所に加え、鶴ヶ市には、日本原子力発電の鶴ヶ発電所、日本原子力研究開発機構の有する高速、増殖炉も、地や、新型転換炉不減、現在は運転停止、廃炉作業中、株式会社原子力発電訓練センター、三菱重工業の関連会社なども立地しており、別名、原発銀座とも言われている。 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震東日本大震災の発生により東京電力の福島第一原子力発電所で放射能漏れ事故が発生したことを受けて同社は管理下の原子力発電所の非常用ディーゼル発電機以外に移動可能な電源装置を別途高台等に設置すると各マスコミに向けてアナウンスした 東京電力福島第一原発事故以後、オール電化のテレビ CM は自粛していたが、オール電化住宅の販売促進は継続して、いっていた。2004年8月9日に、美浜発電所3号機で発生した、配管破損事故。二次冷却系のタービン発電機付近の、配管破損により、高温高圧の水蒸気が多量に噴出、逃げ遅れた5人が熱傷で死亡した。 なお、1991年2月9日に、三浜発電所に号機にて、蒸気発生機の電熱管が破損し、非常用路心冷却装置、ECCS が作動する事故が起きており、INES による判定で、レベル2とされた。2012年5月から8月にかけ、同社の子会社、カンデ・ン、CS フォーラムの女性の契約社員が、 同社の顧客情報管理システムに不正アクセスして契約者情報を抜き取り大阪府茨城市内の探偵業の男性に五千から一万円で売却していたとして不正競争防止法違反の容疑で愛知県警に逮捕された。同社は二千十二年に電気料金値上げを申請したがその際電力料金に社宅や寮の空き部屋等の維持費を電気料金算定の原価に 含める、要経済産業省に対し求めていたことが、2013年6月に判明。同省は、入居率が9割未満の物件についてはコストを減額した上で原価に計上をすることとしたが、同社が原価に含めようとした物件の中には、廃止され使用付け状態となっている、社宅跡も含まれており、役員報酬が電力料金に含まれていた問題も明らかとなる中、 料金値上げの前に土地を売却すべきだとの批判の声が多く聞かれる。2013年5月31日に大阪市天王寺、何わ両区で配電ボックスが開けられて内部の配電装置が操作され、両区内の民家やビルなど計132件が最長約1時間30分にわたり停電した。その後、同社ナ波営業所の37歳の男性社員が 同年6月4日に自分がやったと名乗り出た上で大阪府警何和署に出頭。同署はこの社員を偽計業務妨害容疑で書類送検した。同社発注の送電線設備の工事について受注業者との談合に同社社員が多数関わっていたことが明らかになった。2014年1月31日に厚生取引委員会は 同社に対し談合防止策を申し入れた上、談合に関わった受注業者に対し、独占禁止法違反で課長金納付や排除措置命令などを出した。また、この談合について、その後の調査で社員240人が関わっていたことが明らかとなり、同社は当時の副社長ら執行役員4人を、検責や報酬返上などの処分とした。同社で、 高浜原子力発電所の運転再開をめぐり原子力規制委員会の審査対応に当たっていた40歳代の男性課長が2016年4月中旬に出張先の東京都内のホテルで自殺。この課長は3月や4月の残業時間だけでも約100時間に及ぶとされた。鶴ヶ労働基準監督署は同年内にこの男性を労災に定した。 2011年3月11日の東日本大震災の発生により生じた東京電力の福島第一原子力発電所事故を受けて同年6月10日に同社は原子力発電所の運転停止定期点検後の再稼働延期に伴う電力のとも不足による停電を回避することを目的として7月1日から9月22日の平日9時から20時までの間 おぼの期間を除く、個人、法人の全需要家に対し、前年比15%程度の節電の協力を要請するとの報道発表を行った。そして7月1日から9月22日まで、電気予報の発表、6月29日から9月22日を含めた、同社からの節電への協力要請が実施された。特に個人の需要家に対しては、 平日13時から16時までの節電を呼びかけていた。その後も同社は同年12月19日から翌2012年3月23日までの期間において平日9時から21時までの間、年末年始を除く全需要家に対し前年比10%程度の節電協力要請を行った。特に個人の需要家に対しては 平日18時から21時までの節電を呼びかけていた。なお、電気予報は2011年11月30日より、また、週刊電気予報は2011年12月16日より、いずれも2012年3月23日まで発表された。電気設備工事会社の関電工は、その名前から関西電力の関係会社と誤解されやすいが、 関東地方を地盤とする東京電力系の会社、旧社名、関東電気工事であり、関西電力グループにおいては、近年、旧社名、近畿電気工事に相当する会社である。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故が発生するまでは、他の電力会社同様に、 テレビラジオ各局の番組スポンサーとして多くの CM を放送。しかし、上記の事態を受けて2016年3月までは表だったスポンサー活動を控えていた。一社提供の番組、コーナーについてはスポンサーを交番しない代わりに提供クレジット、提供読みを割愛することで放送を継続。上記の震災、事故が発生した直後にはそれまで 関西2府4県で放送していた CM を AC ジャパンの CM に差し替えていた。その一方で、前述した節電電力要請の直前及び期間中には、節電のお願い、社国形式の CM を放送。要請を実施しなくなった2012年の夏季以降も、電力の供給不足が予想される時期を中心に、節電関連の CM を随時放送している。 2011年9月23日からは、節電のお願いを放送する期間を除いて、省エネルギーに関する企業イメージ CM を放送。その後は、ハッピーミル電、インターネット上の専用サイトによるポイント席型、登録制の電気使用量通知、紹介サービスや関連会社、関連 SOS などの CM の放送も徐々に再開した。 2016年度からは、コーポレートブランド CM、登場編の放送開始や、ハッピーミル関連サービスの拡充などを背景に、提供番組における提供クレジット、提供読みを復活させている。ちなみに、福井県内では、県内にある原子力発電所での安全対策を、伝えるなどの趣旨で、関西二府四県とは異なる内容の CM を放送している。しかし、 東日本大震災発生後は一時、関西2府4県と同様に、CM の差し替えで対応していた。啓発、サービス紹介 CM 関連グループ企業、KOpticom の出演者は、当該記事参照。企業イメージキャラクターその他、関西電力が出資する、主な企業は、以下の通り。ここでは、放送事業者を記載する、 出資比率は2011年3月31日時点。同社において少なくとも1972年から18年間にわたり歴代内閣総理大臣に対し原発推進などの目的で多額の政治献金が行われてきた実態が2014年に同社元副社長の内藤千織の証言によりらかになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。